レピピアルマリオはアダストリアのティーン向けファッションブランド。ポイントがティーン向けブランドを出すのはレピピアルマリオが初であった。1号店がオープンする2010年2月27日よりも前の2009年12月末レピピアルマリオ EC ショップにて先行販売された。ティーン向けファッション雑誌ニコラなどでよく紹介されている。 コレクトポイント震災橋店でのイベントに、当時ニコラモデルの川口春奈が参加。レピピアルマリオのイメージモデル。雑誌、ニコラの専属モデルが務めている。コラボレーションした商品を販売したり、レピピアルマリオのイベントに参加したりする。レピピアルマリオの YouTube チャンネル。2018年8月3日開設。基本は毎週土曜18時に新規動画を公開。 大手芸能事務所10社約50名からのオーディションにより当時中1、中2の7人のウェブモデルを採用。レピピチャンネルの様々な企画に参加するほか、インスタグラム、m TikTok にも出演する。MC はプレススタッフのミキティ、ナッツ。2020年7月24日より上記ウェブモの企画に加え、レピピアルマリオ店舗のスタッフも出演するようになった。 ありがとうございます。